あまり康は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。甲斐、武田氏の家臣。長篠の戦いで敗死した。あまり虎やの子として誕生。春信、勝頼二代に仕えた。A60 年3月6日には、真田幸綱が、白井上杉氏の拠点上の国白井城を攻略しており、これが初見とされる。同年8月7日の下野号起承文では、 白境内、今井正し玉虫、丁茂六島森勝ると連名で、庭谷州として、吉田信を、あさり信種に起承文を提出している。永六末年の武田信玄陣立書では、信玄本人を守る、鉄砲州として記載されている。永六十年に、兄、信忠が死去しており、信忠の子、信頼が幼少であったため、名城を務めていたとも考えられている。 会の国史では信康を信忠の指定とし、天正3年5月21日の長篠の戦いで戦死したとしている。紅葉軍艦では、長篠合戦における左翼の山形正影隊に、あまり衆が属していたと記しており、これは信頼を指していると考えられている。信長後期では、長篠合戦の戦死者として、あまり富士山を記載している。 戦況狂気でも流しの戦死者に余りを記している。丸山法、流しのが戦用はに収録された地元の伝承によると、信康は柳田前激戦地を担当していた。武田軍が敗れ撤退を始めると、信康は小田、徳川方の防御陣地作りに協力した柳田地区の住民を呪いつつ、庄屋の屋敷門扉に寄りかかり、立ったまま切腹したという。平山、 P302 平山、P302 平山、P302 平山、ピアニッシモ、302から303平山、P224 平山、P247 は、P101 から102。ありがとうございます。